はい、ゲロッチョンです。はい、今回はね、こちらの方にあのドバミミズをね、取りにやってまいりました。まあ、時期的にはですね、6月の中頃になるんですが、6月の中頃なのでドバミミズの方はね、どれだけ取れるか分かりませんけどもね、やっていきたいと思います。そしてね、ここはね、あの斜面になっていて、そしてこのようにね、落ち葉も茂っているところになります。で、あの斜面の下はね、この見えるかな、こういう感じで、ね、溝になってるんですね。溝、こういう感じ、ここに、ね、溝があって、溝のところにドバミミズがね、あの溜まるようになっております。だからね、溝があるところにあの探せば、ドバミミズはね、あのすぐにね、簡単に見つけれるんじゃないかなと思います。ということでね、今回ね、こちらの方でね、あのドバミミズを探していくんですけども、まあ、こんな感じですね。こういう溝があって、この溝が下にあって、あの全体的にあります。ということで、今からね、探していきたいと思います。はい、ではね、今からね、探していきます。こちら、ね、探すときはね、スコップじゃなくてね、こういうね、クワですね、クワみたいな感じで、潮干狩りに使うような感じで探すと、水もね、傷めずにね、探しているんじゃないかなと思います。よし、さあ出てくるかな、この水。お、なんかいたぞ。ちっちゃいのがいた。こんな感じ、ほら、こんな感じのミミズね。よし、行くぞ。はい、はい、あ、いったね。ちっちゃいね、こんな感じですね。まあ、これもね、あの持って帰りたいと思います。この時期、この大きさが多いんかな。かわいいテントウムシ発見。ほら、テントウムシーン。よし、さあ、ちょっとね、数集めていきたいと思います。お、出てきた。クワでやるとね、このような感じでね、あのミミズを傷めずに取れます。はい、はい、これも持ち帰り。今年はね、梅雨が減らせたせいか、土がちょっと硬いかもわからん。ちょっと硬かったらね、なかなかね、ミミズがね、ちょっと取れづらいかもわからんね。よいしょ。ほい。ん？なんかいた？いたね。はい。ミミズちゃーんと。このミミズもね、買うとね、めっちゃ高いんですよ。ネットですごいね、高くでね、販売されてます。でもね、この時期はね、やっぱこれぐらいの大きさのミミズがね、あの、多いみたいですね。今日7月になると、大きなミミズがね、また取れるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じ。はーい。あ、ここにもいたね。ちっちゃいのがいて。よし、これもね、持って帰ります。はい、はい、ということでね、もうだいぶね、ある程度取れたんで、今からまたね、帰りたいと思います。そしてね、こういうところでね、すぐにね、ドバミミズ探せるんで、皆さんも探してみてください。はい、ではね、今はね、持って帰ってきました。こちらですね、こちら今回取ってきた、はい、ドバミミズちゃん。よいしょ、よいしょ。はい、こちら今回ね、ちょっとね、小さいのね、ばっかりだったんですけど、まあ時期的には6月の中頃なので、こんな感じだと思います。まあ、またね、こういうのをね、保存今からね、していきたいと思います。はい、用意するのはこちら、発泡スチロール。よいしょ。この発泡スチロール。よいしょ。はい、こちらですね。で、蓋はね、穴開けてください。ミミズもね、酸素がいるので、穴が必要です。はい、ということで、こちらのね、容器を使っていきたいと思います。これでいいかな。よいしょ。こちらに。はい、今回取ってきた、はい、ドバミミズたちをね、こちらに入れていきます。よいしょ。はい、はーい。うん。これはいらんな。はい、どん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 。はい、こんな感じやね。このミミズが多かったね、こういう感じがね。6月中頃、そんな感じですわ。よいしょ。よいしょ。よっ。お、こちら。あ、入ってたね。はい。
かゆみ止めですね。もうね、こういうところの時はね、蚊に刺されるので、かゆみ止めは必要です。またね、このように霧吹きでね、湿らせていきます。よし。はい、次はね、締め終えたら今度は濡れたタオルですね。濡れた雑巾などをね、入れていきます。まあ、いらないね、服でも構いません。濡らして、このようにね、広げていく。隅から隅までね、広げてください。土が見えてるとね、この時期ね、コマバエが発生するので、コマバエを防ぐためにもね、まあ、このね、隅から隅までね、濡れたね、雑巾、タオル、ね、服でもいいので、こうやって入れてください。湿らしていないとね、ミミズがね、乾燥してしまうと死んでしまうので、ちょっとね、しっかりと湿らせて保存します。こういう感じですね。こんな感じでね、入れていただけるといいと思います。はい、あと入れ終えたら蓋をします。はい。はい、蓋をしてね、あとはね、もうね、このように穴開けて、空気がいるので穴開けて、あとは保存します。日陰などでね、保存したいと思います。日光には絶対に当てないでください。日陰で保存してください。ね。はい、こんな感じですね。はい、ということで、こういう感じで保存するよ。